今日はコレオグラフ28 Love Me Light JAE の各曲でお送りします。振り付けのベーシックとなる動きを説明します。前回レッスン動画で挙げたジャッキングの動きになります。二重顎を作る、おへその奥を使う、そして真下にお尻を落とす感じ、ステップを入れてもできるようにしておきましょう。次にステップの説明です。スライディングヒールトーになります。これもちょっと復習があったらやってみましょう。4つのステップになります。1、2、3、4、1、2、3、4、はいですね。1を踏んだ時に同時にスライドさせてヒールトーで、さっきのジャッキングの動きアップダウンを用いてしっかりタイミングを合わせていきましょう。はい、このような感じで腕をしっかり体の前に持ってきて、しっかり体のコントロールが効くようにしておくとバランスがいいです。これは前回説明したところです。次に、引き合いを少し入れてみます。スライドするときに腰と肩を引き合います。横向くタイプも引き合い入れてみます。このような感じで、2、3、4、5、6、7、8、このようなタイミングで引っ張っています。普通のパターンから、引き合いのパターンにつなげていきます。それではコレオグラフ見てみましょう。まずスライディングヒールと普通、次に引き合いのスライディングヒールと、その後、ヒールとベーシックを3回、横にキックで抜けていきます。インディアンステップ2回、ここで少しアクセントを挟んで、クロスステップ、クリスクロス、タタタタタタ、ホイホイ、スピン、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シックス、セブン、エイ、ワン、ツー、スリー、をんたんたたたた。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録と高評価ぜひお願いします。